今応援しますね、ちょっと待って
最後集中できないくそ。
もう生きていけないような生活をしている方々もいるんじゃないかなというふうには思います。まあ、そんな中でも自分たちにできることっていうのは、まあ、バスケットを通じて、まあ、エネルギー、勇気、元気、そういうものをこう、与えられればなという思いで、今日は3人だけでしたけども、まあ、伝説を作るつもりで、ちょっと噛んじゃったんですけど、もう一回行きますか。今日は3人で伝説を作るつもりで来てくれました。本当に、まあ、いろんなね、力だけになりながら、3人でもう本当に膝に手をついて肩で息をしながら4試合過ごしたんですけれども、まあ、少しでも、自分たちのその、まあ、エネルギーとか、そういうものが皆さんに伝われば嬉しいなというふうに思います。応援していただいた皆さん本当にありがとうございました。最後選手ありがとうございました。では最後にチャンピオンコールで締めたいと思います。303.mdプレミアジャパン2021プレイオフプレゼンテッドバイポルシェ。今シーズンを制しチャンピオンに輝いたのは宇都宮ブレックスエイゼン。まあ、SNS の、コメントとか、まあ、リツイートの数、聞いております、すごく、反響が大きいということでですね、まあ、今このカメラを回してるんですけれども、まあ、皆さんのね、あの本当応援のおかげで、まあ、3人でなんとかこう戦い切ることができたと思ってますし、まあ、最後の、コメントでもちょっと言わせていただいたんですけれども、まあ、コロナっていう状況の中ですごく生活も苦しくて、ね、自らこう命を絶ってしまう人も今は少なくない中で、まあ、自分たちにできることは、まあ、バスケットで、まあ、元気とか勇気とか、感動をこう与えることだなっていうふうには、常々思っていて、まあ、3人で臨まなければいけなかった大会なんですけれども、まあ、本当にヘトヘトになりながら、うん、血だらけになりながら3人で一生懸命戦った姿っていうのは、まあ、少しでもこう皆さんにこう届いていたら嬉しいなというふうに、思います。まあ、改めまして本当に、皆さんの、応援のおかげで、3人で伝説を作ることができました。本当にありがとうございました。休みます。